どうも、はじめまして、羊の目です。おお、顔出しは NG にゃんね。はい、がっつり NG です。わかったにゃん。それじゃあ早速インタビューしていくにゃんよ。羊の目さんはいつから漫画を描き始めたにゃん？そうですね、漫画は小学生の頃から描いていました。昔から漫画読むのも絵を描くのも好きでしたので、そのノートをこうコミックのサイズに切って自分の漫画単行本をよく作って遊んでました。それと小学 1,2 年生の頃に当時一番仲の良かった友達の誕生日か何かに4コマ漫画を描いてプレゼントしていた記憶があります。多分それが人生で一番初めに描いた漫画だと思います。うわすごい。小学生の頃から漫画を描いてたにゃんって本当にすごいにゃんね。羊の目さんのお友達もそんな素敵なプレゼントもらえて絶対嬉しかったと思うにゃん。さ、次の質問にゃん。羊の目さんの作品は独特なセリフや言い回しが魅力にゃん。それを書くにあたって気をつけてることとか教えてほしいにゃん。セリフはそうですね、特に印象的なものにしようっていうのは本当に日々心がけてます。どれだけ余韻を生み出せるかっていうのを考えた際にはあえて特徴的な言い回しであったり、まあへんてこな擬音を使ったりしていい意味で読んでくださってる方に引っかかるようなものを作れたらと思ってます。言葉のリズム感っていうものはすごい気を使ってますね。なるほどにゃん。ちなみに漫画に出てくるお話は羊の目さんの実体験にゃんか？こう全くなく、そのある意味そのなかったからこそ、僕が3年間培ってきた妄想をここに書き写してるっていう形が正しいので、なのでそうですね。僕の高校時代はこういったことはありませんでした。はい。いやー。妄想でこれだけ描けるにゃんってむしろすごいにゃんよ。妖怪ウォッチのことは前から知ってたにゃんか？はい、もちろん知っていました。僕もアニメを見たらやっぱり面白くてなんかすごい新鮮だなと思いながら毎回楽しんでいました。それでそれで好きな妖怪とかいたりするにゃんか？好きな妖怪は、まあ、もちろんジバニャンであったりコマさん、コマジロとか吹雪姫とか好きな妖怪たくさんいるんですけど、最近気になって仕方ないのはやっぱり人面犬ですね。人面犬、それはまたどうしてにゃん？僕自身がこう
年を重ねてきたからかもわからないんですけど、うんうん、なんかあの哀愁漂う感じとか物憂なシュールさとかがすごい今癖になってます。なるほど。俺っちも人面犬みたいに哀愁とか物憂な路線にいて、俺っちは今のままが一番やんね。妖怪学園 Y N との遭遇、毎週金曜放送中。羊の目さんはどんな風に漫画を描いてるにゃん？よかったら見ますか？おー、見るにゃん見るにゃん。ということで羊の目さんの作業している様子を見せてもらったにゃん。おー、これはタブレットにゃんね。タッチペンでまっすぐな線が引けてるにゃん。それじゃあジバニャンを描いてみますね。にゃはは、俺っちを描いてくれるにゃん。楽しみにゃん。おーおーおー、にゃは、こんな風にまずは下書きをするにゃんね。へー、おー、漫画を描く時のコツがあったら教えてほしいにゃん。なんだろう、こうなるべく画面全体を見てバランス、うんうん、一コマ一コマのバランスをしっかりとって書いていることを、うん、書ければこうパッと見た時の印象がいいのかなっていうふうに僕は思ってます。それがコツかな、全体を見ることですかね。それがコツかなと思います。なるほど。こうやって全体を見ながら何度も書き直してバランスをとっていくにゃんね。すごいにゃん。うわー、細かいにゃんに。ふんふんふん。おー、消しちゃうにゃん。ふん。あ、また直してる。へー。にゃにゃー。ねえねえ、オリッチを描くときにはどんなことに気をつけるにゃん？ジバニャンを描くときは、耳の位置と目の位置ですね、うんうん、そこがちょっとでも変わると、ほんのちょっとの差でジバニャンに見えなくなったりしてしまうので、ここは一番気をつけて書いてます。なるほどにゃん。やっぱりバランスが大事にゃんね。へー、お、お、耳にゃんね。それじゃあ色をつけていきますね。にゃにゃー、オレっちの赤い色が塗られていくにゃん。おーおーおー、一気に塗りつぶされたにゃんよ。すごいにゃん。へーにゃにゃ。へー、これどういう仕組みにゃん。おー色がつくとますますオレっちらしさが出てくるにゃんね。にゃいにゃん。にゃははは、完成にゃん。とても嬉しいにゃん。羊の目さん、今日はありがとにゃん。はい、今日はありがとうございました。 Y 学園中等部の総退学を要求する。僕はアシアライム、よろしく。ライムも変身できるのか。妖怪学園 Y、 テレビ東京系6局ネットにて毎週金曜日放送中。よろしく。